ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、セルビアクロアチア語、セルビア語、クロアチア語、ボスニア語、マケドニア語、サシュジャリスティカフェデラティブなリパブリカユーゴスロビジャ。ファイ、スロベニア語、ソーシャリスティックなフェデラティブなリパブリカユーゴスロビジャは、第二次世界大戦中の1943年から、 解体される1992年まで存続したユーゴスラビアの社会主義国家。第二次世界大戦前のユーゴスラビア王国の領域をもとに結成され、1943年にユーゴスラビア民主連邦として建国を宣言した。1946年にはユーゴスラビア連邦人民共和国として正式に国家として歩み始め、1963年には ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に解消された。マケドニア社会主義共和国、セルビア社会主義共和国、ボスニアヘルセゴビナ社会主義共和国、クロアチア社会主義共和国、スロベニア社会主義共和国、和国モンテネグロ社会主義共和国の6つの国家からなる連邦国家である。建国後は、ヨシップ・ブロズチ等の指導のもと、冷戦下において、 中立政策を維持し、第一回非同盟諸国首脳会議の開催国となるなど、非同盟諸国の中で中核的な役割を果たした。しかし、地頭の死後、1980年代から1990年代の民族主義の伸長によって、民族間の不一致が進行し、民族間の不調和と分断、暴力を伴った異民族排斥の流れが進んだ。 結果、東側陣営として一つにまとまっていた各民族は、冷戦終結によって、各民族が独立を目指すユーゴスラビア紛争を経験した。特に民族構成が複雑だったボスニアでは、激しい内戦となった。最終的に、マケドニア、ボスニアヘルセゴビナ、クロアチア、スロベニアの4カ国が独立し、残ったセルビアとモンテネグロは、 連邦の維持を決定して1992年にユーゴスラビア連邦共和国を形成したが2003年により緩やかな国家連合であるセルビア・モンテネグロに移行した後2006年にモンテネグロが独立を宣言したことから完全に解体され現在に至っている2008年以降かつてユーゴスラビアであった地域には北マケドニア、セルビア、ボスニア・ヘルェゴビナ クロアチア、スロベニア、モンテネグロの6つの国際連合加盟国、及びコソボがある。なお、コソボは、元は、セルビアの自治州であるが、コソボの国家承認を行っていない国々からは、今もなおセルビアの自治州であるとみなされている。ユーゴスラビア王国同様に、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は、イタリア、オーストリアと北西で、 ハンガリーと北東で、ルーマニア及び、ブルガリアと東で、ギリシャと南で、アルバニアと南西で国境を接し、西にはアドリア海に面している。最も目立ったユーゴスラビア王国との領土の違いとしては、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は、1954年に隣接するトリエステ自由地域が王子も条約によって解体されたのに伴って、 南部のユーゴスラビア軍の管理下にあった B 地区に属する515.4平方キロメートルを領土としたことである。1991年から1992年にかけてユーゴスラビア社会主義連邦共和国の領土はスロベニア、クロアチア、マケドニア共和国、そしてボスニア・ヘルツェゴビナの独立によって大幅に減少した。これらが独立した後も ユーゴスラビア軍は、クロアチアとボスニアヘルセゴビナの一部に止まって、占領を続けた。1992年、以前連邦に止まっていたセルビア共和国と、モンテネグロ共和国は連邦を維持することを決定し、ユーゴスラビア連邦共和国を結成した。第二次世界大戦中、ユーゴスラビアは、ナチスドイツやイタリア王国などの数軸国の支配下に、置かれていた。 数軸側との戦いを進めていた共産主義者のパルチザンたちはユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議の会合をボスニア・ヘルセゴビナのヤイツェにて1943年11月29日から12月4日まで行った。ユーゴスラビア民主連邦はこの時のアバノジの会合にて制定されたものである。一方で数軸国から逃れていた。 王道派のユーゴスラビア王国亡命政権との交渉も続けられた。ユーゴスラビアのパルチザンたちはゲリラ戦を主体として第二次世界大戦における数軸国との荒烈な戦争を戦い抜いた。ナチスドイツが1945年に降伏するとパルチザンたちはユーゴスラビア全域の支配権を確立した。1945年11月29日。 ベオグラードで結成された共産主義者主導による内閣の初の閣議によって、ユーゴスラビア連邦人民共和国は連邦国家として制定された。1946年1月31日、新しい憲法によって6つの構成共和国が定められた。ユーゴスラビア連邦の初代首相には、ヨシップ・ブロズチ等が選ばれ、国民議会幹部会議長には、 イヴァン・リバルが選出された。1953年、地頭は大統領に選出され、1974年からは、終身大統領となった。この時の地頭と最も近しい政治家は、エドバルド・カルデリ、アレクサンダル・ランコビッチ、ミロバン・ジラスであった。ユーゴスラビアが建国された頃、世界は冷戦に突入していた。冷戦の初期において、ユーゴスラビア連邦は、 ヨシフ・スターリンの指揮下にあるソ連と手を組み、1946年8月9日と8月16日には、ユーゴスラビアの領空を飛行していたアメリカの航空機を撃墜した。これらは、冷戦期において、初めての西側諸国の航空機の撃墜であり、アメリカは地頭に対して強い不信感を持ち、アメリカは軍に対して、ユーゴスラビア侵攻を求めた。しかし、 ユーゴスラビアとソ連の盟友関係にもかかわらず、スターリンもまた地頭に対して、不信感を持ち、それぞれ互いの手法に同意しなかった。ユーゴスラビアは、当時スターリンが唱えていた一国社会主義を、支持していた周辺の他、東側諸国とは異なり、国境を越えた国際的な革命を組織し、ユーゴスラビアの人々は地頭がふさわしい指導者であり、英雄であると見ていた。 このことは、コトロツキーにより唱えられていた、国際共産主義を思い起こさせ、性的、コレーニ人後継者レース勝者であったスターリンを大きく、苛立たせていた。スターリンは、ソ連が、すべての東側諸国を支配することを望んでいた。チトウとスターリンの不和は、ユーゴスラビアの経済を、ソ連や、他の東側諸国と結びつけることをチトウが拒否した、ことによって、 一層高まっていった。ソ連のプロパガンダ映画制作者たちがユーゴスラビアのレジスタンスを描いた映画を作成し、その中での地頭の果たした役割を相性化したことが明らかになるに至り、地頭とスターリンの関係は終わった。しかし、映画制作に関連したこの状況は映画制作者らがソ連のスパイであったことが明らかになった時点でさらに悪化した。 このことに地頭は激怒し、1948年、ユーゴスラビアとソ連の危機はスターリンからの最終警告が発されて、緊張感が高まった。最終警告では、ユーゴスラビアにソ連の衛星国であったブルガリア人民共和国と、直ちに連邦を結成することを求めていた。地頭は、自国の独立を損ねる子の求めを拒絶し、 スターリンはこれに対してユーゴスラビアの共産主義者をコミンフォルムから追放することで応じた。これによってユーゴスラビアとソ連の残されていた関係はすべて断たれた。土地改革が導入され多くの人々が土地を獲得した。収穫量の80%の固定価格での強制買取は少なくなった。議会では農民の利益は ドラゴリュブ・ヨバノビッチの手によって守られていたが、ヨバノビッチは後に逮捕された。終身大統領、ヨシップ・ブロズ地頭ソ連の勢力圏と決別してから、ユーゴスラビアでは独自の共産主義社会の構築を、はじめ、地頭主義と呼ばれるようになった。地頭主義の政府の指導のもと、一定の自由市場経済が認められ、はじめ市場社会主義と呼ばれた。また、ユーゴスラビアは、 モロトフプランやワルシャワ条約機構を拒否し、アメリカからマーシャルプランを受け入れ、1953年にはギリシャやトルコとの間で集団防衛を明記した軍事協定バルカン三国同盟を結んできた大西洋条約機構と事実上間接的な同盟国となる。ユーゴスラビアはインドやエジプト、インドネシアなどとともに、 非同盟運動の創設メンバーの一つとなり、冷戦下において、非同盟中立の立場を取ることになり、アメリカに対する対決姿勢を取らない、中道左派の政策を取り続けた。ソ連との決別は、直ちに抑圧の終わりを意味するものではなかった。むしろ、ソ連との決別はスターリンに同調的とされた、者たちに対する、新しい抑圧の嵐を巻き起こした。彼らは、 再教育の場とされたゴリを徳島に送られた。ユーゴスラビアの経済は、市場社会主義の下で、比較的、自立的であった。共産主義者の政府は私有の自動車会社ザスタバの、創業を続けることを認め、ザスタバは、国際的に有名な自動車、ザスタバコラルを生み出した。1960年代初頭、ユーゴスラビアの経済は繁栄し、 外部から見て、ユーゴスラビアの人々は、ソ連やワルシャワ条約機構の国々よりも、はるかに自由であることが知れるところとなった。地頭の指導のもと、ユーゴスラビアの標語でありそして、政治概念である、兄弟愛と統一は、民族間の緊張緩和のために、国家の用として導入された。兄弟愛と統一は、ユーゴスラビア人は、民族的に同質であり、外国による、 支配の下で単に宗教によって分けられていたに過ぎないものであるとする概念であった。ユーゴスラビアの人々は、ユーゴスラビア王国時代、そして第二次世界大戦下において、民族間の緊張によって分断されていた。ユーゴスラビア王国は、セルビア人主体の、セルビア人の王家の下での国家であった。王国時代、クロアチア人やボシュニャク人の政治からの中には、 セルビア人による多数派を維持するために彼らをセルビア人に同化しようとするものだとしてセルビア人主体の国家運営に反発していた彼らは時としてセルビア人たちに対して暴力的な反発を見せ国王アレクサンダル・ウィッセイの暗殺へとつながった第二次世界大戦ではユーゴスラビアはナチスドイツ、イタリア王国その他の数軸国による ユーゴスラビア侵攻によって破壊された。ナチスとイタリアのファシストらはウスタシャが支配するクロアチア独立国を作り、クロアチア独立国はセルビア人を大規模に虐殺した。また、アルバニア人のファシストはイタリア軍の支援のもと、当時イタリアの保護国となっていたアルバニアやコソボで兵員を集め、セルビア領のコソボのダッシュと当地のセルビア人追放を試みた。 これに対して、セルビア人の応答派は、クロアチア人やボシュニャク人、アルバニア人に対して、セルビア人が受けた損害に対する復讐を求めて、虐殺などを行った。これらの民族間の緊張を解消するため、終戦の後、地頭が推進した、兄弟愛と統一では、いかなる民族も、一つの民族だけで、ユーゴスラビアの中で、 支配的な立場を築くことができない体制を目指した。また、兄弟愛と統一のもう一つの側面はより、現実的なもので、これによって、特定民族の立場からの不満の訴えに対して、これを受け入れたり交渉することを共産主義政権は、拒絶した。特定民族の立場からの不満の訴えに対しては、投獄や処刑で応じることが、一般的であった。 1960年代初期の問題は、経済的に矛盾のない政治的な生産体制の確立と共産主義政権の内部に生じた一層の地方文献化を求める勢力の拡大であった。これらの勢力は、アレクサンダル・ランコビッチ周辺の勢力と対峙した。1966年、文献派の勢力は、地頭の支持を取り付けた。 クロアチアのブリユニで行われた党会合で、ランコビッチは入念に準備された避難の訴状と、ランコビッチが権力奪取のために結社を組織したとの離党による批判に直面した。ランコビッチはすべての党の役職を知りことを余儀なくされ、ランコビッチの支持者らも党から追放された。1971年、 クロアチアの春として知られる大規模なクロアチア人による抗議行動が起こった。抗議行動ではユーゴスラビアの権力構造をセルビア人が独占しようとしているとして政府を非難した。クロアチアの出身である地頭はこれに対して高難両面の対象を取った。抗議行動に参加して民族主義を訴えた多数のクロアチア人を逮捕する一方で 同種の危機の再発を避けるための改革を始める政策を打ち出した。ユーゴスラビア国外に逃れていたウスタ社の同調者らはユーゴスラビアでテロやゲリラを通じて分離主義を煽ろうと試みたが、この試みは失敗に終わり、むしろ支持母体であったユーゴスラビアのカトリック教徒たちの反発を招いた。1974年、新しい連邦憲法が批准され、 連邦を構成する共和国に対してより強大な権限を認めた。1971年のクロアチアの春騒動の目的は基本的に達成された。新しい憲法の条項の一つでは憲法によって制約をつけられてはいるものの、それぞれの構成共和国が連邦からの独立を宣言する権利を認めていた。また、新しい憲法では、 セルビアの領内に、厚生共和国とほぼ同等の権限を持つ、コソボ自治州とボイボディナ自治州を設け、事実上、セルビアを分断した。コソボでは、アルバニア人が、多数派となっており、またボイボディナでは、セルビア人が多数ではあったもののマジャル人をはじめとする、多くの少数民族が混在している。この1974年の改革は、おおむね、それぞれの共和国。 特にクロアチアの要求やセルビア領内のアルバニア人やボイボディナの少数民族たちの要求に応じるものであった。しかし1974年の憲法はセルビア人からの強い反発を招いた。セルビア人の共産主義者らは改革に反発しセルビア人たちはこの改革に対して大きく不信感を持った。多くのセルビア人たちはこの改革を クロアチア人やアルバニア人の民族主義者への情報と受け取った。セルビア領内の少数民族地域には、公正共和国と同等の地位を持った自治州が設置された一方で、クロアチアやボスニアヘルセゴビナのセルビア人地域には、同種の自治州は設置されることはなく、また、連邦政府がマケドニア人やモンテネグロ人を、セルビア人とは異なる民族として認めたことに、 対してもセルビア人の民族主義者らは強い不快感を持った。セルビア人の民族主義者らはマケドニア人やモンテネグロ人が本当に存在していることを示せるような彼らをセルビア人特別する民族的、文化的な要因はないと主張した。地頭の国葬パレード1980年5月5日、地頭は没しその死は公営放送によって ユーゴスラビア全土に伝えられた。地頭の体調が次第に悪化していたことは以前より知られていたものの、その死はユーゴスラビアにとって衝撃的であった。地頭は第二次世界大戦における反ファシズム闘争の英雄とみなされており、戦後のユーゴスラビアの指導的な人物であり、ユーゴスラビアの象徴であった。 地頭を失ったことでユーゴスラビアは一変し、多くの人々がその死を悲しんで泣いた。スプリトのサッカー競技場では、セルビア人とクロアチア人によるサッカーの試合が行われていたが、地頭の死が伝えられると皆、動きを止めて、参加、同志地頭、我らは、あなたの道を離れないことを痴漢を歌った。地頭の葬儀は、ユーゴスラビアの国を挙げて行われ、その棺は、 ベオグラードに埋葬される前に鉄道によって、ユーゴスラビア各地を回り、多数の人々が国内を巡回する地頭の棺を見に、集まった。棺を見に訪れた人々や、葬儀の参加者の中には、共産主義者同盟に動員された者も,も含まれているが、大多数は動員とは、無関係に、自発的に、地頭の死を悲しんで訪れた人々であった。地頭の死後、 1980年代のユーゴスラビアでは、それぞれの公正共和国や自治州の共産主義指導者による集団指導体制が取られた。地頭が死去した時、ユーゴスラビア連邦政府の主犯であったのは、大統領のベセリン・ジュラノビッチであった。ジュラノビッチは、外国からの債務の増大によるユーゴスラビアの国家予算の削減をめぐって、 各共和国の指導者たちと対立していた。ジュラノビッチは地頭が国家の威信のために拒絶していた通貨の切り下げについて議論した。地頭後の1980年代のユーゴスラビアは債務の額の増大に直面していたが、 ユーゴスラビアとアメリカやアメリカ主導のユーゴスラビアの友法たちとの良好な関係によって1983年と1984年にユーゴスラビアは再建放棄を受けることができた。しかし、その後も1990年代に連邦が解体されるまでの間、経済問題は続いた。ユーゴスラビアは1984年、 サライボで行われた1984年冬季オリンピックの開催国となった。ユーゴスラビアにとってこの大会は多民族が結束して一つのチームを組む地頭の目指した兄弟愛と統一の理想が維持されていることを内外に示すものとなった。そしてユーゴスラビアはソ連によるモスクワオリンピックに次いで2国目のオリンピックを開催した共産主義国となった。 その上、モスクワオリンピックでは、西側諸国はボイコットしたものの、サラエボオリンピックでは、西側諸国も参加している。1980年代後半に入ると、ユーゴスラビア政府は、共産主義の道から離れ、首相安定、マルコビッチの主導の下市場経済を目指すようになる。マルコビッチは、ショック療法戦略と称し、 ユーゴスラビア経済のミニエ化を進めた。マルコビッチは、連邦を自由経済化、民主化へと移行させる最も有能な政治家として、人気を得た。しかしながら、ユーゴスラビアが解体を始めた1990年代、マルコビッチの政策は、未完のまま終わった。セルビアのスロボダン・ミロシェビッチ大統領。セルビア人の統一とコソボの自治権廃止を強烈に、 押し進め、民族間の緊張を高める結果となった。スロベニアのミランクーチャン大統領。コソボの自治権維持のために尽くし、ミロシェビッチと対決する姿勢を取った。コソボのアルバニア人に対する迫害に衝撃を受けたのもその理由の一つであったが、その姿勢を取ることによって、スロベニア国内の共産主義者からの支援を得ることも大きな目的であった。 クチャンは1991年、スロベニアを独立に導いた、クロアチアのフラニオトゥジマン大統領。セルビアとの統一を望んだ、クロアチア国内のセルビア人による自治要求を拒んだ。それによって、クロアチアの独立に際して、クロアチア国内で、クロアチア人とセルビア人の間での暴力的衝突に発展した。 ボスニア・ヘルツェゴビナのアリア・イゼトベゴビッチ大統領。ボスニア・ヘルツェゴビナの独立を後押しし、ボスニアが大セルビアの一部となることを認めないと主張した。ボスニア・ヘルツェゴビナの独立は、ユーゴスラビアへの残留を求める、セルビア人の意に反するものであり、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争へと発展した。ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人共和国の、ラドバン・カラジッチ大統領。 セルビア人の住む土地がユーゴスラビアから切り離されるのを阻止する攻撃的な政策を取り続けた。ボスニアのセルビア人武装勢力は、ボスニアヘルセゴビナ紛争において、ジェノサイドをはじめとする数多くの蛮行を働き、カラジッチはそれを支持、支援したとされている。九百八十年から百八十九年、地頭の死後、民族主義は再び、 ユーゴスラビアで勢力を増した。特に、コソボにおいて、アルバニア人とセルビア人の間で緊張が高まった。これに、コソボの経済問題が加わり、セルビア人たちは、セルビア政府に対して、1974年のコソボの自治権付与を撤回するよう求めた。一方で、1980年代、コソボのアルバニア人たちは、1974年憲法によって、 与えられた自治州としての地位からセルビアなどと完全に対等でユーゴスラビア連邦からの離脱権も持った共和国の地位に格上げすることを求めていた。セルビア人にとってコソボがセルビアの一部でなく連邦の構成共和国となることはセルビアのコソボにおける歴史的、民族的、文化的なつながりを奪われることになる。もしコソボが 連邦からも離脱することになれば、その喪失感はより一層大きいものになる。1987年、セルビアの共産主義指導者であるスロボダン・ミロシェビッチは、アルバニア人主導のコソボ州政府に対するコソボの、セルビア人の抗議運動を鎮静化するために、コソボに送られた。ミロシェビッチはかつては強固な共産主義の守護者であり、あらゆる民族主義は裏切り行為であるとして、 非難していた。ユーゴスラビアは、クロアチア人等に牛耳られており、セルビア人は抑圧されていると主張する、セルビア科学芸術アカデミーの覚書に対しても、ミロシェビッチはこれを非難し、暗黒の民族主義以外の何者でもないと切り捨てた。しかし、コソボの自治権は、セルビアでは常に不快なものとして嫌われ続けており、ミロシェビッチはこの状況を利用して、 支持を集めるため、それまでの伝統的な共産主義者としてのコソボ問題に関する中立性を放棄した。ミロシャビッチはセルビア人たちに対してアルバニア人によるセルビア人への迫害は止められるべしと約束した。ミロシャビッチはセルビアやユーゴスラビアの伝統的な共産主義の指導者たちを避難し、コソボ及びボイボディナの自治権縮小を求めた。 これらの動きによってミロシェビッチはセルビア人の間で大きな人気を獲得し、ミロシェビッチはセルビアの指導者の地位を獲得した。ミロシェビッチとその同調者たちはユーゴスラビアの枠内で奪われたセルビアの力を取り戻すとして攻撃的な民族主義政策をとり、セルビアとセルビア人を守ることを約束した。1988年の集会で、 ミロシェビッチは、ユーゴスラビアの中で、セルビアの置かれた立場について、自身の見解を明確に語った。祖国でも、異国でも、セルビアの敵は束になって、我らに立ちはだかっている。彼らに対して伝えよう、我らは、恐れていない、我らは戦いを辞さないと。スロボダン・ミロシェビッチ、1988年11月19日、また別の時、ミロシェビッチは、 個人的に次のように語った。我々セルビア人は、セルビアの利益のために、合憲、違憲の別にかかわらず、合法、違法の別にかかわらず、統測に従う従わないの別にかかわらず、あらゆる行動をとる。スロボダン・ミロシェビッチ・セルビアとモンテネグロで発生した、反関係革命と呼ばれる一連の反乱によって、セルビア及びボイボディナ、コソボ、モンテネグロにおける、 ミロシェビッチの同調者たちがそれぞれ権力の座についた。ミランクーチャン率いるスロベニアは、このミロシェビッチの一派による反関係革命に強く反発し、1988年にこの革命を非難するメディアキャンペーンを展開した。スロベニアの国営新聞はミロシェビッチをイタリアのファシスト独裁者ベニート・ムッソリーニと比較する記事を掲載した。 ミロシェビッチは、これらの批判には、根拠がなく、セルビアに対する恐怖を煽るものだとして非難した。ミロシェビッチの支配下となった、セルビアの国営メディアは、クチャンがスロベニアとコソボの分離主義を先導していると、する主張によって、スロベニア側の動きに応じた。1989年1989年2月、コソボ代表のアルバニア人、 アゼムブラシが排除され、ミロシェビッチの同調者にとって変わられた。コソボのアルバニア人らは、ブラシの地位を回復することを求めて、抗議行動をし、ブラシは、この抗議行動を支持した。これに対してミロシェビッチと、その支持者らは、セルビアやユーゴスラビアに対する反動革命であるとし、ユーゴスラビア政府に対して、抗議行動をする。 アルバニア人を武力で制圧するよう求めた。ミロシェビッチの目論見通りに、ベオグラードのユーゴスラビア議会の外では、ミロシェビッチを支持するセルビア人らによる抗議行動が行われた。この抗議行動は、ユーゴスラビア軍がコソボに入り、セルビア人を保護しアルバニア人の抗議行動を鎮圧することを求めるものであった。2月27日、 ユーゴスラビア大統領評議会のスロベニア代表ミランクルちゃんはセルビア人らの要求に反対してベオグラードを去りブラシの地位を服することを求めたアルバニア人の抗議運動を公然と支持した。1995年に放送された英国放送協会のドキュメンタリーユーゴスラビアの詩によると1989年セルビアとその領事地州そして モンテネグロでのミロシェビッチによる反関係革命の成功にクーちゃんは懸念を持ちコソボでの動きを食い止められなければクチャンの率いる小国がミロシェビッチ支持者による次の標的となるだろうと指摘したセルビアの国営放送はクチャンを分離主義者、裏切り者、コソボ分離主義の支持者であるとして非難したベオグラードではコソボへの介入を求める セルビア人による抗議行動が続いた。ミロシェビッチは大統領評議会のセルビア代表ペタル・グラチャニンに対してコソボ問題について議論をしている間、抗議運動を途切れさせないよう命じた。これによってコソボのアルバニア人の運動を鎮圧するよう求めるミロシェビッチの側に多くの支持があることを印象付け、 他の評議会のメンバーたちに同意圧力をかけることを狙っていた。セルビア議会の議長でミロシェビッチの強力な盟友であったボリサブヨビッチはユーゴスラビア大統領評議会の議長であるボスニアヘルツェゴビナ代表のライフディズダレビッチに会いユーゴスラビア連邦政府がセルビア側の要求に従うよう求めた。ディズダレビッチは ヨビッチとの話し合いの中で、あなたたちがデモを組織し、あなた方がこれをコントロールしている。と指摘した。ヨビッチは、抗議行動への関与を否定した。ディズダレビッチは、抗議運動の参加者たちとの対話を通じて、事態を自ら沈静化するよう試みた。ユーゴスラビアの統一を訴え、ディズダレビッチは次のように演説した。 我らの父祖たちはユーゴスラビアを建国するために死んだ。我らは民族対立の道へ歩み出してはならない。我らは兄弟愛と統一の道を行く。ライフ・ディズダレビッチ、1989年この声明によってディズダレビッチは大きな賞賛を受けたものの、セルビア人による抗議運動はなおも続いた。ヨビッチはセルビア人の抗議者らに対して、 情熱的に呼びかけ、ミロシェビッチが抗議運動の支援に訪れると告げた。ミロシェビッチが到着すると、抗議者らに対して、賞賛の意を持って呼びかけ、セルビアの人々が、旧来の関係に対して、勝利を収めつつあると述べた。群衆の中からは、ブラシを逮捕しろ、との叫び声が上がった。ミロシェビッチはその声を、 はっきりと聞こえなかったかのように振る舞ったが、群衆らに対して、ユーゴスラビアの統一を阻害する、いかなる者も,も逮捕され、処罰を受けると述べた。翌日、投票議会は、セルビアの要求を受け入れ、ユーゴスラビア軍は、コソボに送られ、ブラシは逮捕された。ブラシの逮捕に続いて、ミロシェビッチを支持して、ブラシを引きずり下ろす動きに加わった、コソボのセルビア人たちは、 真実の集会のために、スロベニアに向かい、クチャンをユーゴスラビアに対する、裏切り者として避難し、その退陣を迫るとした。セルビア人の抗議者たちは、鉄道で、スロベニアに向かったが、クロアチアが、国境の移動を封鎖し、抗議者たちがスロベニアに向かうのを阻んだ。1990年セルビア人の抗議者がスロベニアに、向かうのをクロアチアが阻止したことによって、 1990年の共産主義者同盟の会合では政治的危機に直面した。ミロシェビッチ支配下のセルビアはセルビア人の権利を強く主張し共産主義者同盟の会合における党員一人一票の制度を求めた。数の上で多数を占めるセルビア人は一人一票制度によって大きな力を得ることになる。 スロベニアとクロアチアはこの動きに反対したものの、セルビアとモンテネグロの代表者らは、スロベニアによる改革案すべてに反対票を投じることで、スロベニアに圧力をかけ、新しい投票方式を認めるよう迫った。スロベニアとクロアチアの代表者らはこれを拒否し、共産主義者同盟を去ることを宣伝した。その後、 共産主義者同盟は崩壊し、ユーゴスラビアのすべての構成国で複数政党制が導入された。1990年以降、ユーゴスラビアのそれぞれの構成共和国で複数政党制による選挙が行われ、共産主義の諸政党は選挙での勝利を収めることができず、政権の座を降りた。代わって、ほとんどの共和国では、 民族主義に基づいた勢力が政権を掌握した。各共和国の新しい政府は、ユーゴスラビア内外の自民族を守ることを約束した。クロアチアでは、民族主義者のフラニオ・トゥジマンが政権を握り、クロアチアをミロシェビッチから守ると約束した。トゥジマンはその著書によって、多くの批判のある民族主義者である。トゥジマンの著書の中では、 第二次世界大戦においてウスタ社に殺害されたユダヤ人やセルビア人の死者の数を他の説よりも少なくしていた。クロアチアに住むセルビア人たちはトゥジマンによる民族主義者の政府を嫌い、1990年に国人にてクライナと称する分離主義的な地域政府を組織した。クライナの政府はクロアチアがユルゴスラビアから分かれるならばクライナは クロアチアから分離してセルビアと共にユーゴスラビアに泊まることを求めていた。セルビア政府はクロアチアのセルビア人による分離主義運動を支持しセルビア人にとってトゥジマン政権はファシストのクロアチア独立国に等しいと主張した。クロアチア独立国は 第二次世界大戦中にファシストのウスタ社によって支配され多くのセルビア人を殺害したナチスの傀来国家である。ミロシアビッチはトゥジマンをクロアチア独立国に関連づける論統をクロアチア政府に反発するセルビア人の運動を支援する上で用い、セルビアの新聞は200万のセルビア人たちがいかにクロアチアと戦うために備えができているかを書き始めた。 9人のセルビア人たちは、トゥジマンが支配するクロアチア政府に対する反乱を成功させるために、現地の警察官ミラン・マルティッチの指導に従って、武器の入手ルートの確保を試みた。9人市長をはじめとするクロアチアのセルビア人、政治からは1990年8月、ユーゴスラビア議会の議長となったボリサブヨビッチに会い、 クロアチアのユーゴスラビアからの分離阻止のための行動を連邦議会に取らせるよう求めた。彼らは、トゥジマンの民族主義政権下で、セルビア人が危険にさらされると主張した。会合では、軍の指揮官であるペタル・グラチャニンは、クロアチアのセルビア人政治からに対して、分離運動を組織し、バリケードを築き、 あらゆる武器を結集する術を伝え、もし他の武器を集められないのならば、領銃を使うようにと伝えた。クロアチアのセルビア人による放棄は、マルタ革命と呼ばれた。これは、彼らが木を切り出して、道路を封鎖し、クロアチア人たちが、9人に入るのを阻止し、クロアチア沿岸部との交通路を遮断したことによる。BBC のドキュメンタリー、ユーゴスラビアの詩では、 この時クロアチアのテレビ局は、マルタ革命を、酔いどれのセルビア人が、深刻な問題を相性化させようとしているとして、非難した。しかし、封鎖によって、クロアチアの観光業は大きく、損害を受けた。クロアチア政府は、セルビア人の分離主義者との交渉を拒否し、武力を持ってこの動きを鎮圧すると決定した。クロアチアは、反乱の鎮圧のために、武装した。 特殊部隊をヘリコプターで送った。しかし彼らが9人に装備を持ち込もうとしたところユルゴスラビア空軍が妨害に現れヘリコプターの侵入を阻むために戦闘機が来て基地に戻らなければ撃墜すると警告したとヘリコプターのパイロットたちは述べた。クロアチア人たちはザグレブの基地に戻ることを余儀なくされた。クロアチア政府から見れば ユーゴスラビア空軍によるこの動きはユーゴスラビア政府がセルビア人による反乱を支援していることを明らかにしたものであった。1990年12月スロベニアで住民投票が行われ住民の大多数はスロベニアの独立を支持した。セルビアはいかなる保証もユーゴスラビア中央銀行の許可もないまま18億ドル相当の紙幣を印刷した。 これによって、ユーゴスラビア解体の初期段階が始まった。1991年1991年初頭、9人での危機とともに、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア、スロベニアで選挙によって、独立よりの政府が誕生した。スロベニアは、住民投票に従っての独立を求めた。クロアチアでは、戦闘が発生していた。また、 クロアチアの独立路線も明確化してきた。ユーゴスラビアは切迫した崩壊の危機に直面していた。ヨビッチは緊急議会を召集し、この中でヨビッチとユーゴスラビア軍の参謀総長、ベリー・コカディエビッチは共同で国家を破壊するクワダテが進行中であるとして、次のように述べたユーゴスラビアを破壊するための卑劣な計画が作り上げられている。 その第一段階は内戦であり、第二段階は外国の介入である。そして、傀来政権がユーゴスラビア各地に作られる、ベリーコカディエビッチ、1992年3月12日。この声明は、独立を施行する、各共和国の政府は、西側諸国の手先であり、排除されなければならないということを意味している。 クロアチア代表のスティーパン・メシッチはこれに怒って反発し、ヨビッチとカディエビッチは大セルビアを実現するために軍の力を使おうとしているとし、それは戦争だと非難したヨビッチとかディエビッチは各共和国の代表者らに戒厳令に賛成するよう求め、戒厳令なしではユーゴスラビアは崩壊するだろうとした。この会合ではクロアチアでの危機を終わらせるために、 セルビア人を守るための軍事行動を取ることを認めさせるための戒厳令の実施の可否を問うた。採決ではボスニア代表のセルビア人の反対によって否決された。ボスニア代表は武力によらない平和的解決の可能性はまだ残されているとして戒厳令に反対した。評議会はその後まもなく閉会された。ヨビッチが 大統領評議会議長としての任期を終えるとヨビッチは次の議長となったクロアチア人のスティーパン・メシッチを妨害し代わりにミロシェビッチに近しいモンテネグロ政府のブランコ・コスティッチを議長の座に据えた1991年5月クロアチアの独立を問う住民投票が実施されたクロアチア人の多数はユーゴスラビアからの独立を支持する一方 クロアチアに住むセルビア人たちは投票をボイコットした。スロベニアとクロアチアの両国は共に1991年6月25日に独立を宣言した。スロベニアでの衝突は短期間に終わり、ユーゴスラビア連邦はスロベニアの独立を認めた。しかし、クロアチアではクロアチアに住むセルビア人たちが 住民投票をボイコットし連邦に止まることを望んだため連邦政府は独立を認めなかったこのためクロアチアとユーゴスラビア連邦の間での戦争が始まったまたユーゴスラビア連邦を復旧する交渉は欧州共同体の加盟国とピーター・カリントンによる議論の間に失敗に終わったカリントンの計画ではユーゴスラビアは解体段階にあるものとして 連邦を構成する共和国の独立を他の共和国は認め、代わりにミロシェビッチ政権に対してはセルビア国外のセルビア人の保護は欧州諸国が保障するとした。しかしミロシェビッチはこの計画に同意せず欧州共同体はユーゴスラビアを解体する権利を持たず、またこの計画はセルビア人たちをセルビア、モンテネグロ、ボスニアヘルセゴビナ、 クロアチアの四国に分断するものであり、セルビア人の利益に反するものとして反対した。カリントンは、この計画を、すべての構成共和国で、住民投票にかけることを提案して応じた。モミル・ブラトビッチ政権下のモンテネグロもはじめは、この計画に同意していた。しかし、セルビアのミロシェビッチからの圧力によって、 モンテネグロはその立場を変化させ、ユーゴスラビア解体を進める、この計画に反対した。ユーゴスラビア文化における、異民族嫌悪と民族間の緊張は、クロアチアの独立戦争で、明確化した。クロアチアとセルビアの双方によるプロパガンダはそれぞれ、お互いに対する恐怖を与え、彼らが自分たちの中で支持を得るために、我々の民族を弾圧し、 彼らの死者数を誇張していると宣伝した。戦争初期の数ヶ月の間、セルビア人に支配されたユーゴスラビア陸軍や海軍は、ユネスコの世界遺産に登録されているクロアチアのドゥブロブニクの街や、周辺の村々を包囲した。セルビア側のプロパガンダとして、ユーゴスラビアのメディアは、ドゥブロブニクの街に、ウスタシャの軍や国際テロリストがいることを攻撃の、 理由として宣伝した。国連の調査では、そのような戦力は、ドゥブロブニクにはいないことが、明らかにされた。クロアチア軍の戦力は後に増加していった。当時ミロシェビッチと、名友関係にあった、モンテネグロの首相ミロ・ジュカノビッチは、モンテネグロの民族主義に訴え、ドゥブロブニクの制圧によって、モンテネグロの領土をドゥブロブニクへと拡大できると、懸念した。 モンテネグロの民族主義者らは、ドゥブロブニクは、歴史的に、モンテネグロに属すると主張していた。そして、現在のモンテネグロの国境は古く、無教養なボリシェビキの地図制作者によって惹かれたもので、あるとした。同時に、セルビアの政府は、その名誉であるモンテネグロの政府のこのような言説を、否定した。セルビアの首相ドラグティン・ゼレノビッチは、ドゥブロブニクは、 歴史的にセルビアであり、モンテネグロではないとした。各国のメディアは、ドゥブロブニクへの爆撃に強い関心を寄せ、ミロシェビッチが、ユーゴスラビア解体の中で大セルビア建設を目指している証拠として報じた。これらの報道では、ミロシェビッチはモンテネグロにおける自派の名友であるブラト。 ビッチとセルビア民族主義者らの支援のもと、ドゥブロブニクのダッシュのためのモンテネグロの支援を取り付けようとしているとされた。ブコバルでは、クロアチア人とセルビア人の民族間の緊張は、ユーゴスラビア軍が街に入った時に暴力に発展した。ユーゴスラビア軍とセルビア人の準軍事組織は、紫外線によって街を制圧し、クロアチア人の資産を破壊した。 セルビア人の武装勢力は、クロアチア人たちに対して、蛮行を働き、200人以上を殺害し、その他のクロアチア人たちは、ブコバルからの脱出を強いられた。これは後にブコバルの虐殺として知られる事件である。このブコバルで行われた蛮行に対して、クロアチア人たちは、セルビア人に対する蛮行で応じ、ゴスピチ虐殺と呼ばれた。クロアチア人。 セルビア人双方による相手民族に対する蛮行は、この後数年にわたって続くことになる。1991年から1992年にかけて、他民族が暮らすボスニア・ヘルツェゴビナでも、民族間の緊張が高まった。ボスニア・ヘルツェゴビナ議会は多数派のボ主ュニ人と、少数派のセルビア人、クロアチア人の党派によって分断された。 1991年、セルビア人の党派で最大の勢力となった、セルビア民主党の指導者で過激な民族主義者のラドバンカラジッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナのボシュニャク人の大統領に対して、ボスニア・ヘルツェゴビナのユーゴスラビアからの分離は、同国と同国に住む、ボシュニャク人にとって、破局的なものとなるとして、直接警告し、次のように述べた。 この、あなた方のしていることは、良いことではない。ボスニア・ヘルツェゴビナを我がものとしようとする、あなた方の歩む道は、スロベニアやクロアチアがたどったのと同じ、地獄への高速道路だ。あなた方がボスニア・ヘルツェゴビナを地獄へと導くことは、ないなどと思っていたら、ムスリム人たちは、絶滅に向かうことになるだろう。 もしここで戦争になったら、ムスリム人たちに、自衛の術はない。ラドバン・カラジッチ、1991年10月14日1991年、セルビアのミロシェビッチ大統領とクロアチアのトゥジマン、大統領が、ボスニア・ヘルセゴビナを、セルビア人とクロアチア人の支配地に分割することで、ボスニア・ヘルセゴビナでの戦争を回避しようと秘密裏に、交渉をしていた。トジマンは、 ボスニア・ヘルツェゴビナやクロアチアのクロアチア人たちからミロシェビッチと交渉したことを非難された。1992年1992年1月、クロアチアとユーゴスラビアは国連の監視の下での休戦に合意した。ボスニア・ヘルツェゴビナの分割をめぐるセルビア人とクロアチア人の交渉は続けられた。こうに対しては、セルビアの親体制派のメディアは、 ボスニア・ヘルツェゴビナが民主的な政治に基づいて新しいユーゴスラビアの枠内での新たな有志連合に加わるであろうと報じた。しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナではこれは真剣に受け取られることはなかった。1992年はユーゴスラビア社会主義連邦共和国の命運を決定的にした最後の一撃の年であった。この年、 セルビア、モンテネグロとともに最後まで連邦に止まっていた、ボスニア・ヘルツェゴビナの政府が、独立を問う、住民投票を実施し、同国のセルビア人たちは、投票をボイコットしたものの、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府はユーゴスラビアからの、分離独立を、一方的に宣言した。ボスニア・ヘルツェゴビナがユーゴスラビアから独立した後、セルビアとモンテネグロは、新しいユーゴスラビア国家である。 ユーゴスラビア連邦共和国を結成することを決め、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国はその歴史に幕を下ろした。新しいユーゴスラビア連邦共和国は、セルビア共和国とモンテネグロ共和国のみからなり、複数政党制による民主国家とされた。これによって、社会主義体制の古いユーゴスラビアは最終的に消滅した。多くの西側諸国は、 ミロシェビッチの支配下にある新しいユーゴスラビア連邦共和国をユーゴスラビア社会主義連邦共和国の正当な継承国家ではないと見ていた。ユーゴスラビア連邦共和国はむしろミロシェビッチの施行した大セルビア主義の実現でしかなく、その証にミロシェビッチはセルビア大統領の地位にありながら1997年までユーゴスラビアを実質的に支配し、 クロアチアやボスニアヘルツェゴビナにおけるセルビア人の民族受血権を訴え、これらの国々のセルビア人たちがユーゴスラビアに泊まる権利を主張しながら、同時にミロシェビッチはセルビア領コソボをメトヒアジ地州のアルバニア人の民族受血権を認めず、その独立主張を向こうとしていた。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体後の地域における 対立民族間の戦争は1990年だよ。通して、旧ユーゴスラビア地域各地で発生し続け、その中で最後の紛争は、マケドニア共和国の政府と同国で少数派のアルバニア人の民族主義者によるマケドニア紛争であり、2001年に戦闘が終結した。旧ユーゴスラビア連邦議会庁舎ユーゴスラビアの 国家像を定めるのはユーゴスラビア社会主義、連邦共和国憲法であり、1946年の憲法制定以来、1953年、1963年、1974年に改正された。ユーゴスラビア共産主義者同盟は1945年に行われた最初の選挙に勝利し、連邦が存続する間、権力の座に止まった。 ユーゴスラビア共産主義者同盟は、ユーゴスラビアを構成する各共和国の共産主義者政党によって構成されている。ユーゴスラビア共産主義者同盟はその政治的立場を党会合で決定する。党会合は、それぞれの構成共和国の共産主義者の代表によって構成され、それぞれの代表による投票によって党の政策を変更する。 最後の会合は1990年であった。ユーゴスラビアの議会は連邦議会と呼ばれ、その庁舎は現在ではセルビア共和国の議会となっている。連邦議会の議員はすべて共産主義者によって構成されている。長らくユーゴスラビア国家の最高指導者の地位にあったのはヨシップ・ブロズ地頭であったが、その他にも特にチ頭の死後は重要な政治家たちがいた。 1953年に大統領に就任した、地頭は、1974年には、終身大統領とされた。1980年に、地頭が死去した後、単一の大統領職は廃止され、大統領評議会による、集団指導体制へと移行した。大統領評議会は、連邦の各構成体の代表者からなり、それぞれ、各共和国の国益を代表していた。 大統領評議会によって連邦全体の政治目標が定められた。大統領評議会議長は各国の評議会議員による持ち回り制であった。大統領評議会の議長はユーゴスラビア連邦の国家元首とみなされた。大統領評議会は1991年のユーゴスラビア解体によって廃止された。1974年。 ユーゴスラビア憲法は大幅に変更された。その変更の中には、それぞれの共和国に、連邦からの離脱の権利を認めた者や、セルビアを事実上分割し、ボイボディナとコソボの、両自治州に、一つの共和国とほぼ同等の権利を認めた者も、含まれている。ただし、自治州は、共和国とほぼ同等の権利を持つ者の,の、連邦からの離脱権は認められていなかった。 地頭の指導のもと、ユーゴスラビアは冷戦において中立を維持した。ユーゴスラビアは東西両陣営に属さない発展途上国との親密な関係を築いたほか、アメリカや西側諸国とも良好な関係を作った。スターリンは地頭を裏切り者とみなし、公然と地頭を批判した。1968年、ソ連によるチェコスロバキア占領の後、地頭は、 ユーゴスラビアとワルシャワ条約機構の国々との国境の防衛線を増強した。1967年1月1日、ユーゴスラビアは共産主義国として初めてすべての外国人にビザなしでの入居を認めた。同じ年、チトは中東戦争の平和的解決を推進した。チ頭の計画はアラブ諸国にイスラエル承認を求め、代わりにイスラエルは 占領地を手放すよう求めた。アラブ諸国はこの和平案を拒絶した。その中立的な立場から国際連合緊急軍にも参加した。1967年、トーはチェコスロバキアの指導者アレクサンデル・ドゥプチェクに対して、この時、チェコスロバキアを占領していたソ連を沈めるために、自らプラハに赴く用意があることを伝えた。ユーゴスラビアは、 エンベル・ホッジャが率いるアルバニア社会主義、人民共和国とは複雑な関係にあった。初期の頃、ユーゴスラビアとアルバニアの関係は前向きであり、アルバニアはユーゴスラビアと共通の市場に加わり、高等学校の生徒たちにセルビア・クロアチア語を教えることを義務付けた。この時、バルカン連邦構築計画について、アルバニアとユーゴスラビア、ブルガリアの間で、 議論されていた。アルバニアはこの時、自国の脆弱なインフラを整備するために、ユーゴスラビアからの経済援助に重度に依存していた。ユーゴスラビアとアルバニアとの間で摩擦が生じたのは、アルバニアが自国産の天然資源の対価として、ユーゴスラビアから受ける支払いの額が少なすぎると主張し始めた時であった。アルバニア人が、 多数派を占めるユーゴスラビア領のコソボに関しては、ユーゴスラビアとアルバニアの双方が、民族主義者たちの対立の沈静化に努めた。アルバニアのホッジャは、民族主義信条は、国際的な友好関係を希求する、共産主義者の理想に反するものとした。しかし、アルバニアの一般世論では、コソボのアルバニア人への強い支持があり、 1980年代、ホッジャは時に、ユーゴスラビア政府に反抗するコソボのアルバニア人を、支持する、胸の戦場的な演説をすることもあった。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の戦力は、ユーゴスラビア人民軍、領土防衛軍、民間防衛、ミリツヤからなり、戦時には戦力を大幅に拡大することができる。ユーゴスラビア王国と同様に、 社会主義のユーゴスラビアでも強力な軍事力を保持した。実際に、地と統治下のユーゴスラビアでは、ソ連、イギリス、フランスに次いで、ヨーロッパで4番目に大きな戦力を持っていた。ユーゴスラビア人民軍は、ユーゴスラビアの軍事力の中核となる組織であった。ユーゴスラビア人民軍は、陸軍、海軍、空軍からなる。ほとんどの軍事装備や部品は、 ユーゴスラビア国内で製造されていた。常備軍は第二次世界大戦中のパルチザンによって構成されている。ユーゴスラビアにはまた強力な軍需産業があり、クウェート、イラク、ミャンマーなどの国々に武器を輸出していた。ザスタバなどのユーゴスラビアの企業はソ連が設計した兵器をライセンス生産するとともに、自ら設計した武器も生産していた。 そこ生の航空機はユーゴスラビア紛争以前のユーゴスラビアで設計生産された兵器の一例である。1991年から1992年のユーゴスラビアの解体に伴って軍は民族ごとに分裂し末期のユーゴスラビア人民軍はほとんどがセルビア人とモンテネグロ人によって占められるようになった。ユーゴスラビア人民軍の他に それぞれの構成共和国は独自の領土防衛軍を保持した。領土防衛軍は全人民防衛と呼ばれる新しい戦闘協議の枠組みによって設置され各共和国の防衛を担っていた。これはチェコスロバキアのプラハの春にソビエト連邦をはじめとするワルシャワ条約機構諸国が軍事介入したチェコ事件の結果を受けて防衛力の強化のために導入された。 全員人民防衛は、連邦にあるそれぞれの共和国、自治州、自治体ごとに組織された。ユーゴスラビアで著名な作家としては、ノーベル文学賞を受賞した、イボ・アンドリッチや、ミロスラブ・クルレイジャ、メシャ・セリモビッチ、ブランコ・チョピッチ、マク・ディズダルなどの名が上がる。著名な画家には、ジョルジェ・アンドレイ・ビッチ、ペタル,ル・ルバルダ、メルサド・ベルベル、ミリッチオド・マチュベなどがいる。 彫刻家では、アメリカのニューヨークにある、国際連合本部ビルの前にあるモニュメントを、制作した、アントゥン・アウグスティン・チッチが知られる。ピアニストのイーボ・ポゴレリーチとバイオリニストのステファン・ミレンコビッチは、国際的に知られたクラシック音楽の演奏家であり、ヤコブ・ゴトバツは、作曲家、指揮者である。ボバン・マルコビッチは、ジャズ音楽家として名声が高い。 ユーゴスラビアの映画には、ダニロ・バタ・ストイコビッチ、リュバ・タディッチ、ファビアン・ショバゴビッチ、ムスタファ・ナダレビッチ、バタ・ジブコビッチ、ボリス・ドボルニク、リュバ・サマルジッチ、ドラガン・ニコリッチ、ミレナ・ドラビッチ、ネダ・アルネリッチ、ラデシェル・バジア、ミラ・フルラン、エナ・ベゴビッチなどの俳優が登場した。映画監督には、エミール・クストリッツァ、ドゥシャン・マカベ・イエブ、ゴラン・マルコビッチ、ロルダン・ザフラノビッチ、 ゴラン・パスカリエビッチ、ジボイン・パブロビッチ、ハイルディン・クルババツなどがいる。ユーゴスラビアの映画では、外国の著名な俳優も起用し、アカデミー外国語映画賞にノミネートされた、ネレトバの戦いでは、オーソン・ウェルズや、ユルブリンナーを、スティエスカでは、リチャード・バートンを起用した。また、多くの外国の映画が、ユーゴスラビア国内で撮影された。ハリソン・フォード、ロバートショー。 フランコ・ネロなどが演じた、ナ・バロンの嵐や、ジャッキー・チェンが演じた、サンダー・アーム、リュー・アニ・トラテー、アラン・アー・キン、ジョアンナ・パクラ、ルトガー・ハワーの演じた、脱走戦線そび棒からの脱出は、ユーゴスラビア国内で撮影された。ユーゴスラビアで開催される文化的催し物には、ドゥブロブニク夏祭り、プーラ映画祭、ストルガ市の夕べなどがある。ユーゴスラビアニューウェーブは、 ユーゴスラビアの流行音楽を席巻し、また、本物志向のサブカルチャー運動は、ニュープリミティブスと呼ばれた。ユーゴスラビアは、社会主義国で唯一、ユーロビジョンソングコンテストに参加し続けた国であり、1961年から参加していた古さんであった。流行音楽のフェスティバルとしては、スプリットフェスティバルが有名であった。 伝統音楽で名声のあるアーティストには多熱、合唱団や、ロマ音楽のエスマ・レジェポバなどがいる。1990年代のユーゴスラビア崩壊の前は、ユーゴスラビアは基づいた多文化主義の社会であった。そして、それは、兄弟愛と統一の概念や、ユーゴスラビア人民を蘇らせたパルチザンによる、ファシストや民族主義者に対する勝利の記憶による、ものであった。 ユーゴスラビアでは第二次世界大戦におけるユーゴスラビアの歴史は単にユーゴスラビアのパルチザンたちによるファシストに対する勝利であるのみならず多民族社会のユーゴスラビアを害する悪の民族主義者クロアチア人のウスタシャやセルビア人のチェトニックに対する正義であるユーゴスラビアの人民の勝利であるとされたユーゴスラビアは自国民に対し 自国を非同盟諸国の指導者と位置づけ、ユーゴスラビアが正しく友好的なマルクス主義の世界を作るためにあるとしていた。アーティストたちは特定の民族を超えて多くの人々の人気を得ており、ボシュニャク人のターボフォーク歌手で、ボスニア・ヘルセゴビナ出身のレパブレナはセルビアなどでも大変人気がある。映画界では1990年代まで、 民族主義的なものは避けられていたユーゴスラビア、社会主義連邦共和国には多くの強いスポーツ社会があった。サッカー、バスケットボール、そして1984年の冬季オリンピックの開催地にサラエボが選ばれた時も人々はこれに熱中した。サッカーの分野ではユーゴスラビア代表は1960年と1968年に UEFA 欧州選手権で準優勝となったほか、年齢別の大会では UEFAU-21 欧州選手権の1978年大会、1987フ、FIFA フワールドユース選手権での優勝経験もある、サッカー強国であった。1980年代後半には、イビツァ・オシム監督の下、ドラガンストイコビッチ、レアン・サビチェビッチ、 ロベルト・プロシネチキ、ズボニ・ミール、ボバン、スレチコ・カタネッツ、ダルコ・パンチェフを要し、1990年、イタリア大会では準々決勝でアルゼンチンを相手に、PK 戦に持ち込む検討を見せた。しかし、この時すでにユーゴスラビアの民族、地域間の対立が、先鋭化し、ユーゴスラビアの解体が始まっていた。1991年までに行われた。 UEFA 欧州選手権1992の予選を通過したが、同年には、クロアチア、スロベニア、マケドニアが独立を宣言した。本大会を目前とした1992年の春に、ボスニア・ヘルツェゴビナが独立を宣言すると、オシム監督の故郷のサライボも攻撃を受け、これに抗議してオシムは、監督を辞任した。 残されたセルビアとモンテネグロからなるユーゴスラビアに対して国際連合は制裁を決めユーゴスラビア代表は国際大会への参加を禁じられた。これによってユーゴスラビア代表は欧州選手権を目前にしながら一戦も戦うことなくその歴史に幕を下ろした。ユーゴスラビアはハンドボールの競合国でもありハンドボールユーゴスラビア代表は 世界男子ハンドボール選手権で1986年に優勝したほか、1970年と1974年に第3位、1982年に第2位となる高成績を残している。水球でも顕著な成績を残しており、水球ユーゴスラビア男子代表はオリンピックで3度の金メダル、4度の銀メダルを獲得し、世界水泳選手権では、 金メダル二つ、銅メダル二つ、FINA ワールドカップでは、金メダル二つ、銀メダル二つ、銅メダル一つ、欧州選手権でも1991年の、金メダルをはじめ毎回メダルを獲得する、上昇チームであった。ユーゴスラビアの構成体一覧も、参照スロベニア社会主義共和国クロアチア社会主義、共和国ボスニアヘルツェゴビナ、社会主義共和国モンテネグロ、 社会主義共和国マケドニア社会主義共和国セルビア社会主義共和国ボイボディナ社会主義自治州コソボ社会主義自治州1944年ユーゴスラビア連邦には6つの社会主義の共和国が設けられさらにセルビア国内に2つの自治州が置かれた連邦の首都はベオグラードであった同じ社会主義連邦のソビエト社会主義共和国連邦との違いは 各構成国の自治権の違い。ユーゴスラビアの方がソ連に比べて強い。連邦の構成体は以下の通りである。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は、主要民族と少数民族を区別して認識していた。主要民族には、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人、マケドニア人、そして、モンテネグロ人とムスリム人があった。 それ以外のマジャル人やアルバニア人などは少数民族とされた。ユーゴスラビアを構成する6つの共和国それぞれに住む主な民族は次の通りである。また、この他に民族自認としてユーゴスラビア人があった。これは自身をユーゴスラビア全体に属するものと位置づけたいものによって使われ民族間の根血によって生まれたものやその地方では 少数民族となるものなどが、ユーゴスラビア人を辞任した。ユーゴスラビアの経済システムは、はじめはソビエト連邦や、その他の東側諸国と同様であったが、次第に差異が大きくなり、特に1948年のユーゴスラビアと、ソビエト連邦の決別後は大きく異なっている。企業は、国家が保有するよりも、むしろ、 社員の共同組合が保有する形をとり、イスラエルの器物のように、労働者による自主管理によって運営された。ソビエト連邦や東側諸国とは異なり、ユーゴスラビアの社会主義経済は完全な計画経済ではなかった。第二次世界大戦におけるユーゴスラビア占領と解放闘争によって、ユーゴスラビアのインフラストラクチャーは壊滅的な損害を受けた。 戦前のユーゴスラビアで最も発展していた地方でも田舎的であり国内の産業は大きく損害を受けるか破壊された1960年代の経済復興に伴ってユーゴスラビアの経済は大きく反映した失業率は低く労働力人口の教育水準は全増していったユーゴスラビアの冷戦における中立と 非同盟諸国における指導的な役割のため、ユーゴスラビアの企業は、西側諸国、東側諸国の双方に製品を輸出した。ユーゴスラビアの企業は、アフリカ、ヨーロッパ、アジアでの重要なインフラ整備や産業プロジェクトに、携わったほか、ユーゴをはじめとする自動車の輸出も、ヨーロッパやアメリカに行った。ユーゴスラビアでは1960年代より、 出入国の自由が認められていたため、多くの労働者が、西側諸国、特に、西ドイツなどに出稼ぎ労働に行った。西側諸国への出稼ぎ労働は、ユーゴスラビアの失業率を低く保つ上で人役、買っていたほか、新たな資金、外貨の獲得源ともなっていた。1970年代、エドバルド・カルデリの理論に基づいて、経済の再編が行われた。 この理論では、企業の自己決定権や、労働者の働きによって、こういう企業の収益を分配することが認められた。すべての企業は、労働組織へと改組された。基礎組織は、企業を構成する、最小単位であり、小企業や大企業の部署がこれに相当する。それぞれの基礎組織が集まって、労働組織となり、それらは、連合労働組織に組み入れられた。 連合労働組織は大企業や産業の特定分野すべてを代表するものであった。最も重要な決定は、それぞれの労働組織によって決められ、これによって一定の企業間競争が生まれる。管理職の任命や労働組織の戦略方針の決定は、その重要性に応じて、時に政治的あるいは個人的な影響力拡大のために持ち出されることがあった。 企業の意思決定に対して、すべての労働者に平等な権利を与えるために、基礎組織の制度は、公成、教育などの公共サービスにも適用された。基礎組織を構成する人数は、通常、数十人を上回ることはなく、労働者たちによる委員会を持ち、企業は、公共サービスの運営管理には労働者たちの同意を必要とした。 ユーゴスラビア紛争と一連の市場縮小、マネジメントの失敗や不透明な企業の私有化によって1990年代の旧ユーゴスラビア諸国はいずれも大きな経済問題を抱えることとなった。スロベニアだけはユーゴスラビア崩壊期のショックと落ち込みからすぐに立ち直り経済成長を続けた。クロアチアが1990年の国内総生産の 水準を回復したのは2003年のことであった。それ以外の多くの国々では2008年に至るも未だに1990年の経済水準を回復していない。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の通貨はユーゴスラビアディナールであった。生きない創生産ユーゴスラビア社会主義連邦共和国はと言われるほどの多様性を内包したモザイク国家であった。 さらに、5つの民族には含まれていない、主要民族である、ボスニア・ヘルセゴビナ、セルビア南西部、モンテネグロ西部に多い、ムスリム人、セルビア南部のコソボ自治州やマケドニア共和国西部に多い、アルバニア人、セルビア北部のボイボディナ自治州に多い、ハンガリー人、またロマ人などが存在した。言語学では、歳が小さいセルビア語と、 クロアチア語を一言ごと見なす場合がある。七つの国境については、七つの隣国や、七つの不安、一つの連邦国家については、一人の地と五つの民族については、五つの主要民族とした上で、八つの少数民族が追加されるなど、様々な表現があった。ユーゴスラビアの表記もある。外式、ラテンアルファベットによるラテン文字表記。 スロベニア語及びセルビア・クロアチア語の西部標準型ではラテン文字が用いられた。キリル文字による表記と完全に対応している。セルビア語、キリル文字及びマケドニア語、キリル文字による表記ラテン文字における表記と完全に対応している。スロベニア語における社会主義の語の形容詞型はソーシャリスティックなであり、 公式国名の最初の語にあるサシュジャリスティカとは異なる。スロベニア語では、後者のスロベニア語を用いた表記もされた。ここで、ムスリム人とは、ボシュニャク人として知られる人々のことを指す。ユーゴスラビアは、不安に囲まれていると言われた。ブリガマは、ユーゴスラビアを取り囲む、国々のセルビア・クロアチア語での頭文字からなっている。 ありがとうございます。